すべての煩悩は頓陣地の3種類に分類することができますでしょうか。日常生活の中で湧いてくる感情に気づいたら、これはむさぼりとか、この強い感情は無知によるものだろうなどと分析してラベリングすると、無意識に思考が進んでしまうことを止められることができます。これは心を清らかに保つ修行として続けていっても良いでしょうかと。構いませんよ。だからすべての感情はね、頓陣地にまとめているのは、この修行するときね、覚えてもらいたいからなんですね。1500本の覚えさせちゃうと、もう修行できる暇がなくなっちゃうんですね。ですから仏教ではデータは大量にあるんだけど、実際一人の人間にちゃん簡単に覚えられる量をにまとめてあげているんです。ですから我々は感情が、これが欲ですか怒りですかと分からんとかいう曖昧なところで出てくる可能性もありますけど、とにかくこの3つのどちらかに入るはずやというふうに思えばいいんです。どちらにも入らないものは知のカテゴリーに入れちゃうんですね。例えば物惜しみ、物惜しみはどちら、むさぼりですかね。それは怒りなんです。だからそういうふうに、だから物惜しみは何で怒りにするのかというと、これアビダルムで読んでみると簡単に分かりますけど、我々一般的なプラクティカル世界でね、日常生活でアビダルムないんだからね、物惜しみやっちゃうと本人明るいか暗いかと、暗いね、だったら怒りですね。それから多欲的なね、で欲はちょっとリミット超えている場合はね、それ欲なんですけど、それはあれも美味しい、これも美味しいなとかね、これもあった方がいいなっていうふうにね、悩んでる人が、だからないことで暗くなるかと言っても、最初は明るいんですね。あれ買えばいいねとかね、ちょっと笑顔で言っちゃうんですね。それからあんな高価なものは買えないな、それから怒りに持っていくんです。で、例えば食べるものの場合は多食ありますね。過食は欲ですかと。過食ですか。過食、過食って言っても、ちょっと多めに食べるって程度にしましょう。で、これちょっとそのプラクティカル的な自分の心に聞かなくちゃいけないんですね。美味しいんだから仕方ないでしょうと、スイスイ食べちゃったという性格だったら欲なんですね。なんか落ち着かない、不満ばっかしで、あれも不満これも不満とかね、親のことでも不安し、仕事でも不安し、それでストレスのせいで過食する、それは怒りですね。
だから両方多めに食べたからといってあんた欲張りではないんですね。だから一人一人が自分の心をそうやって見るんです。でそのためにはこの108リストよりも1500リストよりも3つのリストは扱いしやすいと思います。はい、頑張ってください。この、まあ、その続けて。はい、ありがとうございます。